カフェドパリソースは、グリルした食肉に使われる、バターベースの複雑なソースである。牛肉のリブ、または、サーロインステーキにこのソースが使われる料理は、イントレケットカフェデパリとして知られる。このソースは、ジュネーブのレストラン、カフェドパリで1940年代に最初に人気となった。アーサー・フランソワ・デューモンが経営した後も、イントレケットカフェデパリは、レストランの名物料理だった。 カフェ・ド・パリはソースの考案者をデュモンのギフ、ブービーへとしている。今日、このソースは他のいくつかのレストランにライセンスされている。ローザンヌのカフェ・ド・パリ、シオンのアエル・イントレケット、リスボンのブラスリー・エル・エル・イントレケット、ドバイ、クウェート、リアドのイントレケットカフェでパリレストランである。非常に似たソースがポール・ジェネストでソースの弟子が経営するエル。 イントレケットグループのレストランで、パリ、ジュネーブ、ロンドン、ベイルート、バルセロナ、トゥールーズ、リヨンタの都市において使われる。カフェドパリとアントルコートグループのレストランは、ソースの材料と調理法を秘密にしている。パリの新聞、ルモンドは、レラレイでニツ、アントルコートで使われたソースは、トリレバー、新鮮なタイム、タイムの花、クリーム、ホワイトマスタード、バター、 水、塩、及び胡椒で作ると報じた。レアとエルダンのアントルコートカフェドパリルモンドによると、鶏レバーはタイムを煮た鍋で、色が変わるまで湯通しする。別の鍋で、クリームにマスタードを加え煮詰めて、タイムの花の風味を加える。鶏レバーを程よく切り分け裏ごしし、煮詰めたクリームに加え、バターと少々の水分と共に滑らかになるよう混ぜる。 塩コショウ少々を引いて加える。しかしながら、インデペンデントは、ルルレドブニーズ、ルアントルコートの経営者が、ルモンドの報道を否定したと報じた。カフェドパリは、アントルコートを三脚台に乗せそこから、固形燃料の火で熱した皿一杯のソースの上に、乗せて供する。最初、ソースは固く泡立てた、高褐色であるが、熱で溶けると自然で、 クリーミーなエンドウ豆スープの緑色になる。アントルコールグループのレストランでは、最初から溶けた状態で、分離が少なく塩分が控えめである。伝統的なカフェドパリソースの特質は、カフェドパリバターと呼ばれる合わせバターである。ハーブ、香辛料、およびマスタード、マジョラム、イノンド、ローズマリー、エストラゴン、パプリカ、ケパー、チャイブ、カレー粉、パセリ、エシャロット、ニンニク、 ウスターソース、アンチョビをバターに混ぜ合わせる。合わせバターはアルミホイルで丸く成形して冷やされる。調理の仕上げで、このバターを切り分け、熱い肉料理で溶かす。ありがとうございます。